県ののぶさん22歳男性の方でございます明治大学4年生金融志望ということなんでございますけれども、えー、武井さんはじめましてどうもはじめましていつも聞いています3月からいくつもの説明会に顔を出し就活はそこそこ順調な感触を得ていますが最近強くなっている悩みがありますおな何でしょう、えー、それは自分を通すことと人に気に入られることのバランスですほう どちらかというと私は人に合わせるのがあまり得意ではありません、えー、つい人の意見に否定から入ってしまう癖がある気がしますそれほど気にはしていなかったのですが集団面接では自分でもまずいと思って抑えるようになりましたこうやって社会に適合するようになっていくのかと思うことも多くちょっと寂しい気もしています、えー、武井さんは自分をアピールする上でやらないようにしていることってありますかということなんですけども若いなぁやっぱりなぁ ノブさんね多分すごい何、うん、だろうな何だろう自分のことを持ってるんでしょうね自分の意見とかまああの強く思うことがあるんでしょうけども何ですかねあの僕は何気にしてるんですか、ね、僕はね人付き合いするとき気にしてること僕もねほんとさっきも言いましたけどあの僕もあの学生時代意外とそういうタイプだったんですよ。 自分を通すっていううかねもう自分の意見が絶対だと思ってた時期もありましてねなんかスポーツがやっててなんか日本一とかになっちゃったりすると意外とおごり高ぶっちゃってですね <laughs> あの人の意見が聞けなかった自分がすごくいましてあの本当に反省していますしあのでそんな時ってやっぱり人のことを考えてないからあの人に気に入られるために何かしなきゃいけないって必要はないと思いますけどでも人のことを気にしてないと。 人の気持ちは分かんないんで自分の気持ちばっかり自分を通すことがすごい大事だなんて思ってるとねあのー、意外と嫌なやつになっちゃうんですよね <laughs> 僕がそうでしたからだからあのー、僕38歳まであのー、今と変わらない能力を持ってたのにもかかわらずあの誰にも本当に知られずあの十、ー、種競技なんて誰も知らないでしょあの世間の人。 でなんか自分ではすごいことしたと思ってんだけど全然みんな僕のことに興味ないっていうのは何でかなと思ったら僕が人に興味なかったんですよね、うんはあ、人があの僕がどんなことを話したら笑顔になってくれるのかとか、あのー、どんなことをすれば人があの「の素敵だなあの人」って思ってくれるのかってことを考えてなかったんですよ。考えもせずよりり素敵なな人人間ににたたいいととかか認められたいとか あの人気が欲しいとか思ってたわけですよ無理でしょそんなの。じゃああのノブさんがね目の前にいる自分の大好きな彼女にあのもっと自分のことを好きになってほしいと思った時にあの彼女がどうしたら喜ぶかを考えず自分が楽しいと思うことばっかしてたら多分振られちゃうでしょそれと同じであの周りにいる人も全く同じ人間だからね自分のことをやっぱり 素敵な気持ちにさせてくれる人ってやっぱり時間を一緒に過ごしたいと思うでしょうし、あのー、世の中にはたくさん人いますから自分よりももしかしたら、ね、周りの人に素敵な時間を提供してくれる人ってのがいるって思いもよらなかったりするんですよこういう時期ってね。俺もそういういタイプだったんで でもあの30歳ぐらいの時に僕はあの芸人さんとか歌手の方とかとたくさん知り合ってその人たちがこう街に出てまあ有名だっていうこともあるんだけどその人たちがこう街に出て人前出るとみんな笑顔になっていくのをこう目の当たりにしてあこんな能力って俺は一つも持ってなかったなと人の前で話をしてみんなが笑顔になっちゃう笑っちゃうっていう話ができる。 いいう能力って持ってて持ないでしょでも僕が話した話で僕の周りがみんなゲラゲラ笑って笑顔になってたら僕のことを嫌いになる人いないでしょでもそんな自分になってから「あの俺ってこういうことを思うんだよね」ってね話をすると意外と人はみんな聞いてくれるんですよなるほど竹内さんそれは私もそう思うとかでも人のことを一つも笑顔にしてねえような状況で「俺はこうなんだよ」って言ったって誰も話聞いてくんないんですよ。 だそれはね僕一番感じてて未だにそれをそう思うんですよ。だから本当にあの不機嫌になっちゃう自分が嫌だって僕よく言うんですけどあの本当に仏頂面で人に向かって怒り顔で話してる時の僕の話を聞いてくれる人なんて誰一人いなくてむしろそんな僕の話聞いたと「なんだよあいつ」って陰口叩かれちゃうそんなことのが多くてね。でもやっぱり 人間生きててあのー、いろんな活動していくのに一人でやることなんて何一つないでしょぶっちゃけあのー、本当に一人で行きたいんだったら本当に部屋の中で誰とも接しずにそれで生活営め,営めるんだったらやってみろって話なんですよ外出りは必ず誰かいますし仕事するって言ったら一人じゃ絶対できないですしどんないい仕事とかどんないい技術とかいい商品持ってたってそれを 手に取って喜んででくれる人がいいななきゃ何の価値もないわけですよだから皆さんがもし今後就職するとで就職活動して就職するってお仕事をするってのは人のためにやることですよ全部。でそのために使った時間で報酬を得るわけですから。 あの僕らの仕事もそうであのやっぱり人のためにお話してんですよ。見てくテレビを見てくれる人ラジオを聴いてくれる人のためにおしゃべりしてますし僕らはあのー、ねテレビでチャレンジしたりとかいろんな活動してますけど全部見てくださる皆様の聞いてくださる皆様のために行ってる活動ですよ。なんて僕が言ってたら番組なんか一つも来ませんよ。 であのー、例えばね最高の世界最高の商品を開発してもですねあのー、うちの商品はあの持つ人を選ぶんですよなんて言ってたら誰も買ってくれないですよ。で最高の男にしか売らないんですよなんて言ってたら最高の男1人しかいないんだから1個しか売れないわけでしょそんな商品何の価値もないですからねだからあのー、本当にあのー、いろんな思いあると思います。あのー 自分がねなんかちょっと社会に適応するようになってなんか自分が亡くなっちゃうんじゃないかと思うことがあるかもしれませんけどもそんな自分なんてあの1人でいいいいる時に部屋ででねああののいいと思いますよあのでも人前に出る時はやっぱりあのたくさんの人に愛してもらった方が力がより出ますし。 周りの人はそういうあなたを素敵だと思うでしょうしそれが例えばあの全く本当の100%の自分じゃなかったとしてもあの本当の中にいる自分っていうのをあの自分のことを好きになってくれた人は勝手にね探して見てくれますから俺そういう風に最近なってきてますわなんか昔の我が,が強かったこういう思いを持ってるんだって自分をあの人前でこう笑顔を こう求めてですね面白い話をしたりあの楽しいパフォーマンスをしたりしてる僕を見て「武井さんって実はこういう人ですよね」とか勝手に言ってくれるようになったりすることがすごく昔の何十倍も何百倍も増えてるんであのノブさんも是非ねあの人に合わせてるんだなんていう気持ちを持たずあの人を笑顔にするっていうことを少し考えてみたらもしかしたらあの自分の。 本当の自分を通せる場所道がもっと広がるんじゃないかなと僕は思うでもスポーツだってそうじゃないですかもうだってもう大感動しますよね,ね感動るんだけどやっぱり俺はマ,マイナースポーツをや、はい、ずっとやってきてたから、はい、あの感動する数が少ないとかねか例えばプロ野球がテレビでやったらたくさんの人感動するしそうです、ね、泣いたりするけど、うん、俺らのやってる競技場はほんと500人1000人しか入れないとかでやってたものを、うん、でも それじゃダメだと思いたたくなかったんですよ本当にうん、うん、こんなスポーツダメだとかつまんねえっていうふうん、風に思ったら、うん、もう人生なんてそんなもんばっかりじゃないですかです人に見られるものばっかりじゃないしうん、うん、一人でいる時間なんてすげえ長えし誰の役にも立たねえ活動とかもあるけどもうん、うん、でもそれがダメだって言われちゃったら。 ねえ、何やりゃいいんだよって話じゃないですか。だから俺はそれを変える必要はねえと思ってんだけど、じゃあ俺,俺の何か力とか言葉とか発信で、周りの人がそれを楽しめるふうに変わってくれたら最高だなと思ったんですよ。だから芸能界来たんですよ。 俺を楽しんでくれる人が増えれば、ね、俺のやってる、そのなんでもなかったことが、もしかしたら人を元気づけたりするものになるのかなと思ったら、<ー>俺の訳分かんな、ね、いマスターズの陸上の試合とかも、山口さんが、俺が大好きなバンドの山口さんが見てくれて、すげえよかったって言ってくれたりとか、そ,そんなのって俺、変わったと思うんですよ、当時の俺と、そ<う>出る前の俺と。僕はあれでしましたからね、フランスで、なんかその前からあのね、これはだからフランスのマスターズで、うん、金メダルと。 取ましたね、だから僕、ツイート見ててこれは今日決戦だぜとかってそんなにすごいものだって分かんなかった、はい、であれを見ることによってオーバーフォーィーで世界大会があって、うん、そオーバーフォーィーの中でメダルがあ,、ね、あってこうやってリレーで世界大会あってるんだよね。でそうで そこにまたなんか情熱注げる選択肢も増えるっていうのもあるんですよ、うん、実は。今まで SNS が発達する前とかって、うん、まあまあ分かんないけど、いろんな競技あるんだけど、まあ、み,んなみんな見てるし、人気あるから、やっぱりやサッカー、野球まで、バスケとか、もちろんすごいね面白いけど、でもやっぱり、いろいろね、うん、いろんな意味でね。そうこれ すげーじゃんこれっていうか,えなんかそうあもしそう一人の人にでもあったなら一人世界を変えられたのかなとかってちょっと自分にもちょっとそのままでいいよって言える自分ができたなと思って俺は嬉しいんですよでもすごいやつって絶対そうなんですってあのだってヒップホップだって最初はなんかどんじじだけどあれがもうやっぱ若者たちはみんな大人を迷いをそめて若者たち「うん、わこれだよ!」ってみんなそれで世界中にブワーって広がってくるだから。 だだだからやっぱそそうだなそうな武井さんがやってらっしゃる、だって俺、武井さんやって10種競技って、ああ何それ、からそ,うそれで10種競技って知ったし、<laughs> ああまあ僕らなんかスポーツ好きとか言っときながら、実はそこら辺詳しくないじゃないですか。うん、だけど、陸上にこんないっぱいあんのっていうか、ああ<で>なんだかんだね。だから、陸上でこんなんあのっていうのと、陸上でこんなに才能の種類違うのって思ったんですよ、俺、うん。なるほどああ 才能がつまりオールマイティもちろん軽いなです、ね、やつもいるけど、えー、スーパースターみたいなのがいるけどだけどこっちに向いてるこっちに向いてるっていうやつで,あで俺思ったのはスポーツってやっぱすげえ残酷ない、うん、それはどう,いうか僕サッカー部だったから、はあ、本当にうまいやつはもうどんどんいくんですよだけどそ武井さんの見ても本当思いましたあこれさ俺にもっと向いてるスポーツあったんじゃねえみたいないとがあってそうですか でもそれだけで、でしかも四十こうやってもや,やってるじゃないですか。ま,すねはあ、まだできんぞってっそう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 。だから俺は竹井さ,さんのやってたことは、俺は本当にありがたかった。ありがとうございます。<で>それはすげえ今のは俺のそのチャレンジを ううまくく説明してくれてててれなと思っっっ選択肢広がったっていうのはね、うん、だから俺別に陸上やったけどスポーツをこの年からすげえできるってメッセージもなかったから、うん、何でもできるよっていう何やったってやっちゃえばできるよっていうメッセージだったんで、うん、でも人のことを一つも笑顔にしてねえような状況で俺はこうなんだよって言ったって誰も話聞いてくんないんですよ。だからそれはね僕一番感じてていまだにそれをそう思うんですよ。 本当にあの不機嫌になっちゃう自分が嫌だって僕よく言うんですけどあの本当に仏頂面で人に向かって怒り顔で話してる時の僕の話を聞いてくれる人なんて誰一人いなくてむしろそんな僕の話聞いた後なんだよあいつ」って陰口叩かれちゃうそんなことのが多くてねでもやっぱり人間生きててあのー、いろんな活動していくのに一人でやることなんて何一つないでしょぶっちゃけ。 あのー、本当に一人で行きたいんだったら本当に部屋の中で誰とも接しずにそれで生活営め,営めるんだったらやってみろって話なんですよ。外出りは必ず誰かいますし仕事するって言ったら一人じゃ絶対できないですしどんないい仕事とかどんないい技術とかいい商品持ってたってそれを手に取って喜んでくれる人がいなきゃ何の価値もないわけですよだから皆さんがもし今後就職するとで就職活動して就職するってお仕事をするってのは人のためにやることですよ全部。 でそのために使った時間で報酬を得るわけですからあの僕らの仕事もそうであのやっぱり人のためにお話ししてるんですよ。見てくテレビを見てくれる人ラジオを聞いてくれる人のためにおしゃべりしてますし僕らはあのー、ねテレビでチャレンジしたりとかいろんなこと活動してますけど全部見てくださる皆様の聞いてくださる皆様のために行っている活動ですよ。そそこにその 自分を通すこと人に合わせるのが苦手なんですよなんて僕が言ってたら番組なんか一つも来ませんよほんであのー例えばね最高の世界最高の商品を開発してもですねあのーうちの商品はあの持つ人を選ぶんですよなんて言ってたら誰も買ってくれないですよだから最高の男にしか売らないんですよなんて言ってたら最高の男1人しかいないんだから1個しか売れないわけでしょそんな商品何の価値もないですからねだからあのー本当にあのー いいいろんな思思あると思います、あのー、自分がねなんかちょっと社会に適応するようになってなんか自分が亡くなっちゃうんじゃないかと思うことがあるかもしれませんけどもそんな自分なんて人でも人前に出る時はやっぱり、あのー、たくさんの人に愛してもらった方が力がより出ますし。 周りの人はそういううういあなたを素敵だと思うでしょうしょそれが例えばあの全く本当の100%の自分じゃなかったとしてもあの本当の中にいる自分っていうのをあの自分のことを好きになってくれた人は勝手にね探して見てくれますから俺そういうふうに最近なってきてますわなんか昔の我が,が強かったこういう思いを持ってるんだって自分をあの人前でこう笑顔を こう求めの不機嫌になっちゃう自分が嫌だって僕よく言うんですけどあの本当に仏頂面で人に向かって怒り顔で話してる時の僕の話を聞いてくれる人なんて誰一人いなくてむしろそんな僕の話聞いたと「んだよあいつ」って陰口叩かれちゃうそんなことのが多くてねでもやっぱり人間生きててあのいろんな活動していくのに一人でやることなんて何一つないでしょぶっちゃけ。 あのー、本当に一人で行きたいんだったら本当に部屋の中で誰とも接しずにそれで生活営め,営めるんだったらやってみろって話なんですよ。外出りは必ず誰かいますし仕事するって言ったら一人じゃ絶対できないですしどんないい仕事とかどんないい技術とかいい商品持ってたってそれを手に取って喜んでくれる人がいなきゃ何の価値もないわけですよだから皆さんがもし今後就職するとで就職活動して就職するってお仕事をするってのは人のためにやることですよ全部。 でそのために使った時間で報酬を得るわけですからあの僕らの仕事もそうであのやっぱり人のためにお話ししてるんですよ。見てくテレビを見てくれる人ラジオを聞いてくれる人のためにおしゃべりしてますし僕らはあのー、ねテレビでチャレンジしたりとかいろんなこと活動してますけど全部見てくださる皆様の聞いてくださる皆様のために行ってる活動ですよ。そそこにその 自分を通すこと人に合わせるのが苦手なんですよなんて僕が言ってたら番組なんか一つも来ませんよほんであのー例えばね最高の世界最高の商品を開発してもですねあのーうちの商品はあの持つ人を選ぶんですよなんて言ってたら誰も買ってくれないですよだから最高の男にしか売らないんですよなんて言ってたら最高の男1人しかいないんだから1個しか売れないわけでしょそんな商品何の価値もないですからねだからあのー本当にあのー いろんな思いあると思います。あのー、自分がねなんかちょっと社会に適合するようになってなんか自分がなくなっちゃうんじゃないかと思うことがあるかもしれませんけどもそんな自分なんてあの一人でいる時に部屋でねあのー、出しゃいいと思いますよ。あのー、でも人前に出る時はやっぱりあのー、たくさんの人に愛してもらった方が力が より出ますし周りの人はそういうあなたを素敵だと思うでしょうしそれが例えばあの全く本当の100%の自分じゃなかったとしてもあの本当の中にいる自分っていうのをあの自分のことを好きになってくれた人は勝手にね探して見てくれますから俺そういう風に最近なってきてますわなんか昔の我が,が強かったこういう思いを持ってるんだって自分を。 あの人前でこう笑顔をこう求めてですね面白い話をしたりあの楽しいパフォーマンスをしたりしてる僕を見て「武井さんって実はこういう人ですよね」とか勝手に言ってくれるようになったりすることがすごく昔の何十倍も何百倍も増えてるんでノブさんも「武井さんって実はこういう人ですよね」とか勝手に言ってくれるようになったりすることがすごく昔の何十倍も何百倍も増えてるんで。 あのノブさんもぜひねあの人に合わせてるんだなんていう気持ちを持たずあの人を笑顔にするっていうことを少し考えてみたらもしかしたらあの自分の本当の自分を通せる場所道がもっと広がるんじゃないかなと僕は思でもでもスポーツだってそうじゃないですかもう,う、ね、だってもう大感動しますよね感動すんだけどやっぱり俺はマ,マイナースポーツをやずっとやってきてたから あの感動する数が少ないとかねああああ例えばプロ野球がテレビでやってたらたくさんの人感動するしそうです、ね、って泣いたりもするけどああ俺らのやってる競技場はほんと500人1,000人しか入んないとかでやってたものをでもそれじゃダメだと思いたくなかったんですよ本当にうん、うん、こんなスポーツダメだとかつまんねえっていう。うんうん ふううに思ったら、うん、もう人生なななんんんてそんなもんばっかかりじゃないです,かです人に見られるものばっかりじゃないし、うん、1一人でいる時間なんてすげえ長えし、うん、あの誰の役にも立たねえ活動とかもあるけども、うん、でもそれが駄目だって言われちゃったら何やりゃいいんだよって話じゃないですかだから俺はそれを変える必要はねえと思ってんだけどじゃあ俺,俺の何か力とか言葉とか発信で周りの人がそれを楽しめるふうに変わってくれたら 最高だなと思ったんですだから芸能界来たんですよだから俺を楽しんでくれる人が増えれば、ね、俺のやってるその何でもなかったことがもしかしたら人を元気づけたりするものになるのかなと思ったら、えー、俺の訳あがんねあのマスターズの陸上の試合とかも山口さんが俺が大好きなバンドの山口さんが見てくれてすげえよかったって言ってくれたりとかそ,そんなのって俺変わったと思うんですよ当時の俺と<う>出る前の俺と僕はあれでましたからね。フランスで なんかその前から,、ね、これはだからフランスのマスターズで、うん、金メダル取ったんですよね。だから僕、ツイート見ててこれは今日決戦だぜとかって、はい、そんなにすごいものだって分かんなかった、うん、であれを見ることによってオーバーフォーティーで世界大会があって、うん、そオーバーフォーティーの中でメダルがあ,、ね、あってこうやってリレーで世界大会あってみたいね。 そこにまたいなんいか情熱を注げる選択肢も増えるっていうのもあるんですよ、うん、実は。今まで SNS が発達する前とかって、うん、まあまあわかんないけど、いろんな競技あるんだけど、まあみん,なみんな見てるし、人気あるから、やっぱり、はい、やサッカー、野球、まあね、バスケとか、もちろんすごいね面白いけど、でもやっぱり、いろいろね、うん、いろんな意味でね。そうこれ すげえじゃん、これっていうか。ええ、なんか、そう、あ、もしそう一人の人にでもあったなら。一人、世界を変えられたのかなとかって、ちょっと自分にも、ちょっと。そのままでいいよって言える自分ができたなと思って、俺は嬉しいんですよ。でも、すごいやつって、絶対そうなんですって。あの。